ディズニーの話をするときに僕が自身がですねいつからディズニーに興味出たのかという話からしますね中学3年生までですね実は僕は家族でディズニー映画を見に行かされたというか連れててもらってたんですね父親と母親と姉ちゃんと僕とかですね4人で年に2回かな映画連れてってもらってで大体その時に父親が選ぶのがディズニー映画だったんですけども1973年連れてかれたのがベッド飾りとほうきという映画だったんですよディズニーの実写映画のあんま面白くないやつっていうふうに言ったらなんなんですけど 映画の冒頭でですねフロリダのディズニー・ワールド紹介っていうです、ね、5分ぐらいのなんか宣伝映像が流れたんですねこれコンテンポラリーホテルっていうホテルなんですけどもこのコンテンポラリーホテルの横に巨大な穴が開いててその中にモノレールがシューッと滑り込むように入っていくんですよこれを見た時にちょっと待ってなんでこんなかっこいいんだと思って不思議に思ったんですけどもまあ時は流れて1980年ですねアメリカの世界 SF 大会の取材という名目で学生時代にですね友達と一緒に6人7人が かなでアメリカに行ったんですよ81年翌年にですね第20回日本 SF 大会ダイコン3というです、ね、ものを自分たちがやることになったんでもうこれは取材だということで行ったんですけどもとにかくアメリカの SF 大会の規模とかスケール面白さに圧倒されてえらい気合い入ってたんですよ。ボストンでその SF 大会を見てたんですけどもその後、ですね時間もあるしもう1週間以上の旅行だったんで最後の日の午後にディズニーランドに行ったんですよ。 正直僕を含めて全員ですねディズニーランドにそんなに興味があるわけではなかったんですけどもどんなところかわかんないんですけども面白そうだという噂だけは聞いてたんでとりあえず行ってみたディズニーランドに関する予備知識っていうのはほぼゼロで行ったんですよなので最初はですねなんで遊園地の真ん中にお城があるのかわかんないジェットコースターとかそういうふなものをついつい目は探すんですけどもいきなりなんか古い街があって向こうにお城があってすごいけどなんだかわかんない一番 き口かから近かったのがです、ね、ジャングルクルーズだったんです。ジャングルクルクーズって言ってももう分かりきってるじゃないですか予備知識がなくても人工の川が流れていて船みたいなのがあってその中に乗ってこうやってたら横からカバとかワニが出てきてうわーとかってやるんだろうと思って。 るわけですよ。すごい油断していったらですね、船に乗るまでがまずすごくて、列を作るところがものすごいなんかねセットなんですね。映画のセットのようなジャングルの中なんだけども作り込みがすごいし、いろんなところに引っかかってるランプとかですね、あと紐とか広告とかそういうのものがめちゃくちゃこう本式になっているんですよ。並んでる人を多分飽きさせないためのこの仕掛けと同時に、ジャングルという世界観を すすごい伝えようとしてるんですね。船にいざ乗ったらですね川がですね迷路みたいにこう流れがかなりこう複雑なんですねでこの迷路みたいな川がえらい楽しい。とりあえず曲がるまで向こうに慣れなのかわかんないと最初考えていた人工の川があって両側にロボットの動物が出てくるだけだっていうのはその通りなんです相変わらずその通りなんですけども思っているよりですね何倍もすごいんですよ案内人が絶え間なくずっと喋ってるんですけども もちろん英語だから意味わかんないんですよ。ところが意味がわかんなくてもですね、意味よりもイントネーションなんですよ。この声の色で何言ってるのか大体わかっちゃうと。多分その意味よりもですね、イントネーションを声色で伝えるようになってるんですよ。これハリウッド映画のなんか作り方なんですね。っていうのは、移民国家であるアメリカは、 実は、英語ががわからないい人すすごく多いんですねで。聞き取り英語はめちゃくちゃ難しいんですよ昔、えーとね、野村証券のアメリカの社長二十何年間アメリカに暮らしてニューヨークに暮らしてて映画館に行って映画見ても半分も意味わからないセリフ聞き取れないそんなんで当たり前です英語っていうのはネイティブでない人間にとってだからハリウッドの映画っていうのは英語がわからない人でもそれが何割も客席にいる中でも。 映画を売るためにですねなんか意味が分からなくても面白くする工夫っていうのをやってるんですねでそれがこういうイントネーションの伝え方なんですけどもでジャングルの中をぐるっと回って最後文明社会に帰ってきた瞬間にディズニーランド全体でかかってる景気のいい楽しそうな音楽が聞こえてくるとこの音響設計どうなってんのと。 さっきジャングルの中、静寂の中走ってたよね。ってよく考えたら狭い遊園地だから川の周りが静かなはずないんですよ。でもエンジン音がそこだけガーッと上がったりして、巧みにディズニーランドの中の音楽が聞こえないように設計してるから、僕らは静寂の中にいたような気がしてたんですよね。なんかね、使い方が。 そういうものを経験したのが一番近いのはその10年ぐらい前の,その大阪万博1980年にディズニーランドに行ったわけですから10年前1970年の大阪万博なんですけどもあれより何倍もすごいんですよとにかく世界観の完成が凄まじいとまあこれ初めて僕がディズニーランドへ1980年に行った時の話岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございますチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく